三井三才は、現在の静岡県掛川市大阪にあたる、東東海国城東軍西大阪村にあった、日本の城である。別名、大阪砦。現在は、城跡が残る。高天神城を包囲するために築かれた高天神六砦の一つである。高天神城と六砦出の一関係一、小笠三才、二、脳が坂砦、出、三、火が峰砦、で 4. 獅子が花取りで。5. 中村取りで。6. 三井山菜。7. 高天神城。三井山菜を統括した、堺重忠東東海国城東軍の西大阪村に立地する。高天神城より南に3キロメートルほど離れており、小笠山より連なる丘陵の南に張り出している。大地の端に位置している。この辺りは、三井山と呼称されており、その頂からは東に、 小笠平野を望み、南に、遠州灘を望む。1578年より、三井山の周辺では、武田勝頼法の軍勢と、徳川家康法の軍勢との間で、争いが起きていた。その後、1579年に入ると、勝頼法の皇天神城を攻略するために、家康により、三井山祭が築城されたとされる。ただし、前年より、 すでに三井山周辺で争いが起きていたことから、最初の築城はもっと以前に遡る可能性も指摘されている。なお、家康の家臣である松平家忠が記した家忠日記には、1580年の頃に大阪掘り取り出し不信仰との記述が見られることから、少なくともこの時点ではすでに取り出が存在し掘りなどの不信がなされていたと考えられる。 この三井三斎は、小笠三斎、能坂砦賀坂取り出、が、峰取出、獅子が花取出、中村取出と共に、皇天神六取出と称された。築城後は、徳川家康に任じられた、堺重忠がこの取出を管轄し、皇天神城への兵糧や、弾薬の補給を遮断した。その結果、皇天神城の将兵は上に苦しみ、 城に立てこもる岡部元信羅は苦境に陥った。なお、1580年からは、松平家忠も、巡る番として婦人している。第二次高天神城の戦いにより、高天神城が落城すると、役割を終えた、この鳥でも廃止されることになった。その後、三井山には、大浜公園が整備され、桜の名所として親しまれるようになった。 三井山祭が立地していた一帯は茶畑として開墾されており、主要部は段々畑となっている。山腹に空堀の土塁が残ってはいるものの、王子を忍ばせる跡はほとんど残存していない。ただ、三井山祭跡であることを示す標柱や説明板が建てられている。この鳥では三井山に一致することから、その名をとって三井山祭と呼ばれるようになった。なお、 山の名前の由来は山上に三つの井戸があったからという説がある。また、この鳥では大阪鳥でとも呼ばれるが、これは立地する西大阪村と、それに隣接する東大阪村など付近一帯が大阪と呼ばれていたことにちなむ。ありがとうございます。